昨日夜、岩田市内の住宅が全焼しました。この家に一人で暮らす高齢の男性が病院に搬送されました。昨日午後7時20分ごろ、岩田市駒場の住宅で2階建ての住宅の1階から火が出ていると住人の男性から消防に通報がありました。火は木造2階建ての住宅を全焼し。 およそ2時間半後に消し止められましたこの火事で一人暮らしの男性が腕や顔に火傷を負って病院に搬送されました命に別状はないということです警察と消防が出火の原因を調べています